イメラジオ第6482回、今日は令和6年6月26日水曜日です。時刻は午後3時半。にわか雨が一瞬降ったけど、それも上がった夏の午後ですね。来週はもう7月です。さて、今回は英検一級熟語フォークアウト、これをお話しいたしましょう。フォークアウト、F-O-R-K、アウト、フォークアウト。で、このフォークっていうのはご飯食べる時のフォークですよね。これ意味わかんないよね。動詞なんですけど、フォークアウト。これはお金を出すという意味なんですよ。大金を払うというか。だからフォークアウトでね、少額のお話はしない。小金を刺したりはしない。大金を払う。しかも、いやいやながら大金支払うような時に、このフォークアウト、英検一級熟語です。ただし、英語で情報を集めてると、このフォークアウトは割とよく使いますので、もうプロになりたいなと、英語を使いこなしたいなと思う人は知っておきましょう。で、なかなか英検一級熟語って自分で勉強しにくいですから、夢ラジオでお話しいたしますね。フォークアウト、しぶしぶ大金を支払う。こんな感じ。例えば、The company had to fork out tremendous amount of money for the new project. わかります? The company had to fork out tremendous amount of money for the new project. その会社は新しい計画のために莫大な資金を投じざるを得なかった。この感じ。fork out。お金出すと。後ろに tremendous amount of money、 これが来るよ。フォークって食べ物を突き刺すフォークじゃないですか。あれは指を刺すこともあるんですよ。そしてフォークで、まあ指もまあフォークの突き刺す部分に似てるといえば似てますよね、手の指。そしてこのフォークで食べ物を突き刺す、そして食べ物を取るわけですよね。で、指の間に何かをキュッと挟んで、そして取る。どうですか?指の間に何かをキュッと挟んで、それで取る。これ、ピックポケットじゃないですか。スリですね。つまりね、フォークという言葉には、ちょっとスラングなんですけど、スリの意味があるんですよ。で、スリで何かをギュッと取って、でどっか外へ持っていくと。フォーク、指で挟んでどっか持っていくと。そこからですね、お金が外へ出ていくっていう、そういうふうな意味になっていったんですね。これがフォークアウトのエティモロジー、語源なんですよ。英検一級熟語フォークアウト、いやいや大金を支払う。プロになりたい人は覚えておきましょう。